私が夏休みを利用して初めて国へ帰った時両親の死に絶えた私の住まいには新しい主人として叔父夫婦が入れ替わって住んでいましたこれは私が東京へ出る前からの約束でしたたった一人取り残された私が家にいない以上そうでもするより他に仕方がなかったのです おじはその頃、市にあるいろいろな会社に関係していたようです。業務の都合から言えば、今までの居宅に寝起きする方が2里も隔たった私の家に移るよりはるかに便利だと言って笑いました。これは私の父母が亡くなった後、どう屋敷を始末して、私が東京へ出るかという相談のとき、おじの口を漏れた言葉であります。私の家は古い歴史を持っているので、 少しはその界隈で人に知られていました。あなたの郷里でも同じことだろうと思いますが、田舎では由緒のある家を相続人があるのに壊したり売ったりするのは大事件です。今の私ならそのくらいのことは何とも思いませんが、その頃はまだ子供でしたから、東京へは出たし、うちはそのままにしておかなければならず、甚ははだ処置に苦しんだのです。 叔父は仕方なしに、私の空き家へ入ることを承諾してくれましたしかし市の方にある住まいもそのままにしておいて両方の間を行ったり来たりする便宜を与えてもらわなければ困ると言いました私にもとより意義のありようはずがありません私はどんな条件でも東京へ出られればいいくらいに考えていたのです子供らしい私はふるさとを離れても まだ心の目で懐かしげに故郷の家を望んでいました。もとよりそこにはまだ自分の帰るべき家があるという旅人の心で望んでいたのです。休みが来れば帰らなくてはならないという気分はいくら東京を恋しがって出てきた私にも力強くあったのです。私は熱心に勉強し愉快に遊んだ後、休みには帰れると思うその故郷の家を よく夢に見ました私の留守の間、叔父はどんなふうに両方の間を行き来していたか知りません。私の着いた時は、家族の者がみんな一つ家のうちに集まっていました。学校へ出る子どもなどは平然、おそらく市の方にいたのでしょうが、これも休暇のために田舎へ遊び半分といった格で引き取られていました。みんな私の顔を見て喜びました。 私はまた父や母のいた時よりかえってにぎやかで陽気になった家の様子を見てうれしがりました。おじは元私の部屋になっていた一間を占領している一番目の男の子を追い出して私をそこへ入れました。座敷の数も少なくないのだから私は他の部屋で構わないと辞退したのですけれどもおじはお前の家だからと言って聞きませんでした。 私は折々亡くなった父や母のことを思い出すほかに、何の不愉快もなく、そのひと夏を叔父の家族とともに過ごして、また東京へ帰ったのです。ただ一つ、その夏の出来事として、私の心にむしろ薄暗い影を投げたのは、叔父夫婦が口をそろえて、まだ高等学校へ入ったばかりの私に結婚を勧めることでした。 それは前後でちょうど3、4回も繰り返されたでしょう。私も初めは、ただその突然なのに驚いただけでした。2度目にははっきり断りました。3度目には、こっちからとうとうその理由を反問しなければならなくなりました。彼らの周囲は短観でした。早く嫁をもらって、ここの家へ帰ってきて、亡くなった父の後を相続しろというだけなのです。 家は休みになって帰りさえすればそれでいいものと私は考えていました。父の後を相続する。それには嫁が必要だからもらう。両方とも理屈としては一通り聞こえます。ことに田舎の事情を知っている私にはよくわかります。私も絶対にそれを嫌ってはいなかったのでしょう。しかし、 東京へ修行に出たばかりの私には、それが遠眼鏡で物を見るように遥か先の距離に望まれるだけでした。私は叔父の希望に承諾を与えないで、ついにまた私の家を去りました。